ナジブラザクナジブラザクは、マレーシアの政治家。第6代首相。2009年に自らが主導して設立した、1MDB の資金を不正流用したなどとして、首相退任後2018年に逮捕され、2020年に、敗任や、資金洗浄、職権乱用など7つの罪について、有罪判決が言い渡された。父、トゥン、アブドゥルラザクには6人の息子がおり、 ナジブはその長男である。はじめテンクプテリザナテンクエスコンドルと結婚したが、1987年にロスマ・マンソールと再婚した。息子が3人、娘が2人いる。長男と長女はロスマの連れ子である。初等、中等教育をクアラルンプールのストリート、ジョンズ・インスティチューションで受け、その後イングランドのウスターシャーにあるモルバーン・カレッジ、続いて、 ノッティンガム大学に学び、1974年に産業組織論で学士を取得した。2004年1月7日より、マレーシアの副首相に就任、2009年4月3日に第6代首相となった。2009年にクアラルンプールをイスラム金融のロンドンにすべく外資企業を誘致する国際金融地区トゥン・ラザクエクスチェンジ建設に着手し、 その最優先事業として、国有投資会社、1マレーシアデベロップメントブルハドを設立したが、2014年時点で420億、倫理の巨額借金を抱えていることが発覚。ナジブ一族と家境系大富豪、上郎による不正疑惑も紛失した。2015年7月には、1MDB から、 ナジブの銀行個人口座への約7億ドルの不正入金が報じられ、8月には首相退陣を求める大規模デモに発展した。ナジブは内閣改造を行って反対勢力を締め出し、政府批判をするジャーナリストらの逮捕、不正疑惑を報じた経済史2史の発行禁止など独裁的な姿勢で対抗した。2018年5月9日に投開票された2018年、 マレーシア会議員選挙でんのは、マハティールビン・モハマドを首相候補とする野党連合に敗北。建国以来史上初の政権交代とんののゲアを許す結果となった。5月12日、んのの総裁を辞任した。また、ナジブとその妻は出国禁止処分を受けた。5月16日、マレーシア警察はナジブの自宅など関係先に一斉捜査に入り、 宝石類や外国通貨の現金、ブランド品などを押収した。5月22日、ナジブは首都クアラルンプール近郊の汚職対策委員会に出頭し、政府系ファンド 1MDB をめぐる自身の汚職疑惑に関する事情聴取を受けたマハティール・ビン・モハマド首相は同疑惑を徹底解明する姿勢でナジブ氏が訴追される見通しを示している。 2018年7月3日、マレーシア警察は 1MDB に関する汚職疑惑に関連してナジブを逮捕、同月4日に起訴された。具体的な起訴内容は明らかではないが、アメリカ合衆国司法省によると 1MDB の資産のうち45億アメリカ合衆国ドルをナジブ一族が私的に高級住宅やヨットの購入、映画制作の費用に流用したとされた。 2020年7月28日、1MDB をめぐる巨額資金流用事件で、クアラルンプールの裁判所はナジブに大使権力、乱用罪で、禁錮12年と罰金2億千万倫時の有罪判決を言い渡した。2021年4月6日、ナジブは内国採入庁から破産宣告を受けたと明らかにした。破産宣告によってナジブは、 連邦議会会員議員の座を失い、所属する与党、統一マレー国民組織の党内選挙や2023年までに実施される見通しの直送選挙に出馬できなくなる。ナジブラザク政権時代は、で一丁臨義の巨額債務が残されていた。一マレーシアデベロップメントブルハド93歳で再任したマッハティール首相は、ナジブ前首相を腐敗容疑で起訴した。 マレーシア司法当局は、ナジブの自宅から数百万ドルの現金と宝石を押収した。マハティール首相は過度な心中だと批判して、ナジブが結んだマレーシアに後で大きな財政負担を抱かせるのに、経済的効果は少ないことを指摘した。東海岸鉄道計画など多くの中国主導の公共事業は中止や見直しが計画されている。年月日、 クアラルンプールの裁判所で開かれ、裁判官は権力乱用罪で禁錮12年と罰金2億千万倫理の有罪判決を言い渡した。ナジブ被告は一貫して無罪を主張しており、控訴する意向。2006年に発生したモンゴル人通訳のアルタントヤさんが爆殺された事件をめぐり、当時の副首相券国防省だった。 ナジブ前首相とロズマジ人が関与しているという噂が、これまで絶えなかった。2019年12月16日、地元紙報道によると、この事件で死刑判決を受けているアジラハドリ元警察官は、先制供術書にナジブの指示により殺害と記したという。アジラ氏は2006年、パハン州のナジブ氏の自宅で、ナジブ氏と面談した際、 外国人の女スパイがいるとしてナジブと側近のラザクバギンダしを脅していると主張。国家機密を握っているため、安全保障上の脅威があると語ったという。アジラは警察本部に応援を求めるよう提案したが、ナジブは却下。代わりに秘密工作を展開して、逮捕して破壊するよう命じたという。同氏は意味がわからなかったため、再度ナジブ氏に尋ねると、爆殺しろと答え。 爆弾は警察の特殊部隊が保有しているものを使えとも付け加えたという。この事件ではアルタントゥヤさんが政府交換の通訳として働いていたが、フランスの潜水艦購入の取引に絡み、何らかの事情を知ってナジブやラザク・バギンダを脅したと見られるが、真相はわかっていない。アルタントゥヤさんは、その後、セランゴール州。 シャーアラムスバンガムの近くの森の中で2回撃たれ、まだ生きているうちに、プラスチック爆弾で殺害されたことが捜査で、分かっている。事件後、アジラのほかラザク・バギンダとシリル・アズハル元警官が逮捕、起訴されたが、バギンダは、無罪となって、英国に移住。アジラとシリル元警官にも2013年に、シャーアラム高等裁判所で一旦は、無罪判決が出たものの、 2015年に連邦裁判所が逆転有罪判決を下し、二人について死刑が確定。シリル被告はすでに豪州に逃亡したが、現地で出入国違反容疑などですでに4年にわたって収監されている。アジラは最新請求を求めており、新たな展開が予想される。公金横領などで起訴されているナジブはこの事件について全面的に否定。 ナジブは殺人容疑だと保釈ができないことから逮捕させようとする現政権の陰謀と強く批判している。2013年10月25日、ナジブは予算演説で6%の物品、サービス税を2015年に導入すると発表した。膨れ上がる公的債務をめぐる懸念を和らげることが狙い。税率は市場の予想を上回る水準となった。 GST の導入は、石油収入への依存を減らすとともに、慢性的な財政赤字についての格付け会社からの警告を交わす狙いがあるとみられる。ただ、市場では、首相が税率を4%程度に設定すると予想されていた。アナリストは、現在の売上税及びサービス税に代わる GST が4%に設定された場合、 歳入への影響が中立的になると分析していた。2015年8月、ナジブの国際イスラムモデレーションセミナーでのスピーチで明らかにされた、彼はマレーシアが LGBT の権利を支持すべきではないと信じていた。ナジブは彼の政権は人権を守るために最善を尽くすが、イスラム教の範囲内でのみであり、マレーシアはゲイ、レズビアン、性転換者の権利などのより、 極端な人権を擁護できないと述べた。これは促した。ヒューマンライツ・ウォッチ・マレーシアがから撤退することを示唆する国連政府がすべての人の人権を守ることに真剣に取り組んでいなかったら。マレーシアで2016年8月1日、ナジブに広範な治安上の権限を与える国家安全保障会議法が施行。 東南アジアの国連人権高等弁務官事務所は7月29日、同法は市民の自由を規制するものだと懸念を表明しました。同法は首相が議長を務める国家安全保障会議に対し、マレーシア国民とその領土、経済、重要な経済、生活基盤、国家的利益が脅かされている地域に非常事態を宣言するとともに、令状なしに捜査、 逮捕する権限を与えています。非常事態宣言の効力は6ヶ月間ですが、無限に期間を更新でき、事実上、無制限に権限を与える内容となっています。また法を執行する治安部隊が必要と判断した場合、武器の使用を認めます。治安要因のいかなる行為についても、面積特権を保障するとしています。オークア東アジア代表のローラン・メイラン氏は、 国家安全保障会議法が言論、表現、集会の自由に不当な制限を加えるとの懸念を表明。マレーシア政府に対して国際的な人権法規と基準に従って同法を改定するよう求めると強調しました。ナジブは2015年7月に発覚した政府系ファンド1マレーシアデベロップメントブルハドの資金流用疑惑で批判を受けており、 野党や市民団体などから退陣を求める声が強まっています。今回導入される国家安全保障会議法が反政府勢力を抑え込むために利用されるとの声も出ています。2018年2月22日に地元の病院を訪問したナジブは質疑応答の場で糖質制限ダイエットをしているため米は食べないようにしており息子から勧められたキヌアを主食にしている。 米より健康に良いと発言。キヌアは南米原産の雑穀の一種で栄養価が高いためスーパーフードと呼ばれスーパーモデルやセレブリティがマナ食していることで知られる。一方、マレーシア国民の多くは米が主食で米をココナッツミルクで炊いたナシュレマは国民食として広く愛されている。こうした中、マハティール・ビン・モハマドはいち早く 私は、地元産の米しか食べないと応戦。マハティールと手を組む、野党、民主行動党のリム・キッシャン会議員は、ナジブの発言は、フランス最後の王妃マリー・アントワネットの逸話を、想起させる。第14回総選挙はまさに、キヌアと米の戦いだと機縁を挙げた。同議員によると、キヌア1 0ラムあたりの価格は、地元産の米の23倍だという。一方、 ナジブ側は、首相府を通じ、キヌアは、医師から勧められて食していると声明を発表。首相の副心として知られるナズリアジズ観光、文化省は、野党は他に上げつらうネタがないのではないかと批判した。ありがとうございます。